スマートニュースでご覧の皆さん、どうも相田理香子です。ここでは私が気になること、見ている皆さんが気になりそうなことを取り上げていきます。今回はこちらです。豆まきです。今週2月3日は節分ということで、ちょっとそんな豆まきに関することをやっていきたいと思います。今回は私がオリジナルの鬼のお面を作って、そこに豆をぶつけていきたいと思います。だからちょっと鬼の絵をね、描かなきゃいけないんだけど、鬼の絵でしょ、まあ、当然描いたことはないです。なんか私の中の鬼を、じゃあちょっと、うわー全然浮かばないけど、まあ、角が生えてればいいか。黒と赤だけでいきます。じゃあカラフルな鬼いないよね、そんなの。ハンニャって鬼ですか、違う、あーわかんない。描きますね。じゃあまあ怖いよ、鬼だから。鬼とか言って、これでなんか実在の人物の顔描いてたらめっちゃ怖いよね、誰みたいなあれ、なんか人みたいになってきちゃった。まあちょっと、あーアフロヘアでもよかったね。まあいいや、怖いよ、鬼だからね、怖いよ。口が難しい。こんな感じかな。あ、結局赤使わなかったな。はい、ということで私が描いたこの鬼のイラストを後ろに貼りたいと思います。結構鬼っていうか割と人に近いな。はい、じゃあこの辺に見えるかな。怖っ怖い。はい、これにじゃあ実際にこの豆を袋ごとですがぶつけていきたいと思います。じゃあいきますよ。鬼は外、福は内も同じ方に投げていいんだっけ。福は内か。じゃあいきますね、もう一回いくよ。鬼は外、福は内、もう一回ぐらいいっとこうか。鬼は外、福は内。はい、ということで回収。いや、豆まきなんて本当に何年ぶりって感じ、めっちゃ久々にした。いやでも結構こういう行事ってね、いや怖い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 、守護霊守護霊いやこういう行事は本当にでもね、やっぱりね大事だなって思います。はい、皆さんもぜひぜひあのやって、で年の数だけねお豆食べてください。はい、今回は以上です。毎週日曜日22時から文化放送超 A&G プラスで放送中の相田理香子のラララジオもぜひチェックしてみてください。メールの宛先、ツイッターのハッシュタグもページに載っております。それではお相手は相田理香子でした。ララバー。